皆さん誰しも特別なスキルを持っているものです。ピアノを弾いたり踊ったり歌ったり、 The Basque Composing Hallelujah! ヨーヨーを使ってトリックをしたり、でも人類には驚愕のスキルを持つ人たちもたくさんいます。ゴムのように曲がる人間から体内に金属が多く金属探知機を発動させる男まで、世界で最も珍しい10人の人間を紹介していきます。とんでもない柔軟性を持つ男、つま先を触れば体が柔らかいねと言われる世の中ですが、ダニエル・ブラウニング・スミス氏はそんな普通のレベルには収まりません。体をとんでもない姿勢に曲げる能力があり、体を後ろに曲げたり前に曲げたり、腕と足をずらしたり、頭を180度回転させたり、何でもできてしまいます。彼はアメリカのミシシッピ州で生まれ育ち、子供時代に努力することなくベッドから飛び降りて完璧に着地することができたことで自分のスキルに気づきました。この柔軟性はハイパーモービルエーラースダンロス症候群として知られている遺伝的疾患によるものであると考えられており、この疾患により体の様々な部分を簡単に歪めることができてしまうのです。その特性を生かすため、18歳の時にバインドルーステフファミリーサーカス団に加わり、師匠のルーイーからプロの技を学びました。その後、サーカスだけでなく、コーラゼロやアラモレンタカーなどのコマーシャルにも起用されるようになり、特殊スキルのおかげで大きな成功を収めた人の一人です。超重量人間。プロアスリートで最も体重が重いであろう人たちは、おそらく日本の国技でもある相撲力士でしょう。150キロ近くまで体重がある選手が多いですが、その中でもオーロラ聡は群を抜いています。相撲界の中でも最も体重が重い力士であり、体重は驚きの292キロ、以前の記録保持者よりも約10キロ重いというから驚きです。相撲では有利と思われがちですが、必ずしもそうではありません。もし皆さんがこんな巨漢と戦うことになったらどうしますか？そうですね、他の対戦相手と同じように彼が疲れるまで周りを走り回るでしょう。対戦相手の中には実際にこの方法で彼を倒した選手もいます。優れた力士ではありましたが、結局上に上り詰めることはできませんでした。2017年に序二段に到達し、ほぼ全ての試合に敗れた後、2018年に18年の長いキャリアを閉じました。チタンの歯、噛む力に自信のある人はいますか？そんな自信のある人全員を子供のように扱うのがベル・ラタクリシュナン氏です。彼の顎は恐ろしいほど強く、とてつもなく重い物体を顎の力を使って引っ張ることができます。2003年10月18日、マレーシアのクアラルンプール駅でレールに乗った長さ4メートル260トンもの重さがある KTM 通勤電車を顎で引くというとてつもない偉業を成し遂げています。この驚くべきスタント中に歯で引っ張られた最も重い列車という珍世界記録を樹立しています。ラタクリシュナン氏は14歳の時に原住民の第一人者から紹介された瞑想を行うことによって能力を得たと主張しています。もし車がどこかにはまってしまったら、彼さえいれば歯を使って抜け出させてくれることでしょう。究極のマラソン選手、ランニングやジョギングで定期的に汗をかくのは体に良いというのは誰もが同意するところではないでしょうか。どこでも外を覗けばジョギングをしている人を見ることができるでしょう。しかしディーン・カーナデス氏の場合、ウォーミングアップのためだけに何百キロも走ります。この超人的な強さは、体が乳酸を急速に洗い流し、疲労や痛みを全く感じずに長い距離を走ることができるという稀な特性から来ています。高校時代に陸上競技はやめてしまっているので、この素晴らしいスキルを本格的に生かすことができなかったのが悔やまれるところです。その後、30歳の誕生日のパーティーでハードな夜を過ごした後、クレイジーなことが起こりました。彼は家に帰ることができず、サンフランシスコからサンタクルーズまで酔っ払った状態で50キロ走って帰宅したのです。
自分の特殊能力に気づいた今ではプロランナーになり、睡眠なしで 563km を80時間44分走るなど驚くべき偉業を成し遂げています。また2006年に50日間連続でアメリカ各州開催の50種類のマラソンを完走し、2002年にマイナス25度の環境下で行われた南極に向けたマラソンをスノーシューなしで完走。これら全ての偉業を考えると、彼は間違いなく地球上で最も長い距離を走れるランナーと言えるでしょう。エレクトリックマン。スマートフォンを充電している時でも、ソーセージを調理している時でも、今となって電気は私たちの生活の中心にあります。しかし自分の体で携帯を充電したり調理ができたらどうでしょうか。セルビア人のスラビスカ・パジキッチ氏はまさにそれを行うことができます。彼のショーでは身体に電気を通したり、電話の充電ポートに伝達するようなトリックを行ったり、素手でホットドッグを加熱します。その結果、これまでに2つのギネス世界記録を達成しています。1つ目は1983年に2000ボルトを傷なしに体内に通す偉業。その後2003年には1杯の水をわずか1分37秒でほぼ沸点である96度まで加熱する偉業です。どのようにして彼がこの能力を獲得したかについては多くの理論が挙げられていますが、実際には彼は全く汗をかかないため電動体となることができるということらしいです。大胆なダイブ。あなたはどれくらいの時間息を止めることができますか。ニュージーランド人のデイブ・マリンズ氏は世界で最も有名なフリーダイバーの一人であり、とてつもない記録を保持しています。わずか4分2秒の時間で243メートルの水深に到達し、かつて世界で最も深いダイナミック無呼吸フリーダイビングの記録を保持していたことで有名です。その後ポーランド人のマテウス・マリナ氏に記録は破られましたが、彼のスキルは間違いなく超人的なものです。究極の不眠症。毎日4時間睡眠の人はいますか。実際大学生なんかは午前4時まで起きているなんていう人もいるのではないでしょうか。しかし全く眠らないなんていうことはどんな人でもなかなか不可能でしょう。タイゴックという男はそんな究極の不眠症という呪縛に囚われています。合計46年間睡眠をとっておらず、この主張は 100% 検証することはできませんが、真実を語っていないことを証明する方法もありません。さらに驚くべきことは、こんな睡眠障害を抱えているのにもかかわらず健康診断では何も問題なし。平均的な男性が回復するのに何時間もの休息を必要とする重労働を毎日行うことさえできます。スーパー人間と言わざるを得ません。メモリーマエストロ。人間は場所、都市、建物、食べ物の写真をパシャパシャ撮るのが好きです。私たちの多くは写真を撮って満足してすぐに忘れてしまいます。しかし想像してみてください。デバイスなしで見たものを頭の中で完全に写真としてキャプチャできたとしたらどうでしょう。イギリス人のスティーブン・ウィルトシャー氏はそんな驚きの暗記スキルを持っています。ヘリコプターに乗って上空を飛行し、そこから見える詳細な景色を全て記憶することができるというユニークな能力を持っています。超人的な能力を証明するために、まるで写真を見ているかのように衝撃的な詳細でスケッチをすることもできます。そんな彼の作品は人気を博し、その功績により大英帝国勲章も授与されました。スパイダーマン。スパイダーマンになることを夢見る人は多いでしょう。フランス人スーパースタークライマーであるアラン・ロバート氏はスパイダーマンに限りなく近い存在と言える人物です。アラン氏は世界最高のフリークライマーとして数々の世界記録を保持しており、小さなチョークバッグ、クライミングシューズ、素手だけで巨大な超高層ビルを登ることができます。1996年にエッフェル塔、2004年に台湾の台北101、さらに2011年に世界で最も高い建物であるドバイのブルジュハリファ、他にも有名な建物を登っています。見ているだけで足が震えてきます。
建物から転落しない秘訣は窓台とフレームを使って移動する方法です。一つの建物を登るのに休憩をせずに長時間かけて登ることもあります。キャリアの早い段階ではいくつかの大事故に見舞われましたが、今となっては世界で最も熟練した才能のあるクライマーの一人と言えるでしょう。スーパーキッド、リアム・ホークストラ氏は幼児の頃からとてつもない肉体を持ち、巨大な筋肉と割れた腹筋を持っているだけでなく、わずか5ヶ月でアイアンクロスを行うことができ、懸垂までできるようになったと言われています。なぜそんな年齢でとてつもない筋肉を持っているのかという理由は、極端な筋肉成長を引き起こす筋肉肥大と呼ばれる稀な疾患を持っているためです。今となっては本職のボディービルダーが羨むような肉体を持っています。アンソニー・ロペス・チャイ、トラウマを抱えることでとてつもないスキルが宿るということは結構あります。バーテンダーと警備員の喧嘩の仲裁に入って怪我をしたアンソニー・ロペス・チャイ氏もそんな一人です。警備員はアンソニーを警棒で殴り、頭を8回殴り、その後4回頭蓋骨を道路に打ちつけました。とてつもない怒りです。結果的にアンソニーは頭蓋骨の 25% を失った状態で病院に搬送されました。奇跡的に一命は取り留めましたが、今でも話すことができず24時間のケアが必要です。警備会社に対して行われた5800万ドルの訴訟に勝訴しており、今後意識が戻ることが期待されています。ドルフ・ブーフホルツ、次に紹介するのは超クレイジーです。現代ではピアスを開けるというのはある意味普通のことですが、481個のピアスであふれるドイツ出身の61歳のドルフ・ブーフホルツ氏の部屋は衝撃的です。その中の278個はダウンアンダーという衝撃的なものです。直視できないくらい痛々しいですよね。ピアスが多すぎて金属探知機を通過するのに苦労するほどで、ロルフの額には2つの角のインプラント、さらに全身はタトゥーに覆われています。最も多くのピアスを開けている人物、体に最も多くの修正を施した人物として2つのギネス世界記録を持っており、入れ墨やピアスに加えて体を吊るしてリラックスするのが趣味だそうです。ジュリア・ズラータ・ガンテル、ほとんどの人はつま先を触ることができれば体が柔らかいねと言われますが、ジュリア・ガンテル氏の柔軟性はそんなレベルではありません。世界で最も柔軟な人として知られるこのドイツ出身のジュリア・ガンデル氏は、スーツケースや小さな箱の中に収まるほどの大きさに自分を縮めることができます。彼女の極端な柔軟性は練習の賜物プラス遺伝的なものの組み合わせである可能性が有力視されていますが、この究極の伸縮性には代償が伴います。私たちの体の結合組織はある程度多くの負担をかけることができますが、皮膚から骨をつなぐ靭帯まで1回の誤った動きで組織が裂けて腱が飛び出す可能性もあります。実際のところ多くのプロ曲芸師は体が平均な人よりもはるかに早く消耗すると言われています。今回の動画はこれまでです。他にもスーパー人間を知っているという方はぜひコメント欄で教えてください。またいいね、チャンネル登録をしていただき、私たちのファミリーに参加しましょう。ご視聴ありがとうございました。